テレ東アイロボットジャパンは17日ロボット掃除機ルンバの最新モデルルンバ i3 シリーズを発表しました。これまでのデザインを一新し、ボディには落ち着いたグレーを採用。吸引力が基本モデルの10倍になったほか、最新技術でゴミを浮かせて吸引し、細かいホコリや花粉はフィルターで除去します。また奥が低くなっているソファーの下など狭い場所への侵入を回避し、立ち往生を防ぐ機能も搭載しています。クリーンベースと呼ばれる自動ゴミ収集機がついたルンバ i3 プラスが99,800円、クリーンベースがつかないルンバ i3 が69,800円で、今月26日から公式オンラインストアなどで発売されます。